山本隆明は、広島県出身の実業家、株式会社ドリームアーツ代表取締役社長。1965年、広島県広島市生まれ、大学卒業後、株式会社アシストに入社。1993年に、インテルジャパン株式会社に転職し、テクノロジーマーケティング担当マネージャーとして、マルチメディア関連技術のマーケティングと国内の 家庭用パソコン市場拡大戦略の立案、実施を担当。1996年にドリームアーツを東京都に設立し、代表取締役に就任。自らコンセプトをまとめ上げたソリューションをはじめ、ナレッジマネジメントや情報共有、コミュニケーション促進といった分野の大企業向け、クラウド製品を企画、開発、販売している。 広島県立大学法人経営審議会委員。広島修道大学特別客員教授。広島英知学園中学校、高等学校アドバイザリーボードメンバー。高等教育機能強化検討委員会委員。東京大学工学部非常勤講師。文部科学省、日中間等の大学間交流を通じた、高度専門職業人育成事業委員会委員。 東京大学工学部非常勤講師。過去には、自社開催のエグゼクティブ向けカンファレンスのパネルディスカッションで、京都大学 i p s 細胞研究所所長、教授の山中信也氏、指揮者で、トーンキュンストラー管弦楽団音楽監督の佐藤豊氏を迎え、自身がモデレーターを務めるなど、多数ビジネスイベントでも活躍。IT 企業の経営者でありながら、 IT に依存する働き方に継承を鳴らし、遠藤勲氏との共調、IT 断食の進めを執筆。2019年には、令和の現場力デジタル AI 時代の、行革3.0を執筆。ありがとうございます。